安田さんが和服の女性の魂を解放してから、喫茶店幽霊の館は静かで穏やかな日々を過ごしていた。ある日、店の近くに引っ越してきた家族が喫茶店に立ち寄った。若い池田さん夫婦と小さな女の子が一緒に来店し、店内の雰囲気に興味を持っていた。こんにちは。この店はとても素敵ですねと、妻の沢子さんが言うと、夫もうなずいた。そうですね。ここに引っ越してきてまだ日が浅いですが、すぐに気に入りました。安田さんとマスターは歓迎し、家族と親しくなった。特に小さな女の子、ゆきちゃんは店の落ち着いた雰囲気が大好きで、毎日のように訪れていた。ある日、ゆきちゃんが店内で遊んでいると、古いピアノに興味を持ち始めた。このピアノ、弾いてもいいですか？とゆきちゃんが尋ねると、マスターは微笑んでうなずいた。もちろんだよ、ゆきちゃん。このピアノは昔からここにあって、たくさんの人が弾いてきたんだ。ゆきちゃんがピアノを弾き始めると、店内には美しいメロディが響き渡った。その音色はまるで店に命を吹き込むかのようで、他のお客さんたちも耳を傾けていた。ゆきちゃんは毎日のようにピアノを弾くようになり、店の雰囲気がさらに温かくなっていった。ある日、ゆきちゃんがピアノを弾いていると、不思議なことが起こった。ピアノの音色に合わせて、店内に柔らかな光が差し込み、まるで誰かが喜んでいるかのようだった。安田さんとマスターはその光景に驚きつつも、どこか心地よさを感じていた。この光は一体何だろう？と安田さんがマスターに尋ねると、マスターは静かに答えた。もしかしたら、和服の女性の魂がまだこの店を見守っているのかもしれないね。ゆきちゃんのピアノ演奏は、店の新たな名物となり、多くの人々がその音色を聞きに訪れるようになった。そして、店内にはいつも温かい雰囲気が漂い、訪れる人々は皆、心を癒されていった。一方で、ゆきちゃんの母親、沢子さんは店の歴史に興味を持ち始め、古いアルバムや記録を調べるようになった。彼女は、店が長い年月を経て多くの人々に愛されてきたことを知り、自分たちもその一部になれたことに感謝していた。ある日、沢子さんが古いアルバムを整理していると、一枚の古い写真が出てきた。そこには、若い頃の和服の女性がピアノを弾いている姿が映っていた。沢子さんはその写真を見て驚き、すぐに安田さんに見せた。この写真、和服の女性が写っていますよと沢子さんが言うと、安田さんとマスターもその写真に見入った。これは驚きだね。彼女はやはりこの店で特別な存在だったんだとマスターが感慨深げに言った。その日から、店のピアノには和服の女性の写真が飾られるようになり、訪れる人々は彼女の存在を感じながら、温かい時間を過ごすことができた。そして、店はますます多くの人々に愛され、和服の女性の魂も安らかに眠ることができた。沢子さん、マスター、池田さん一家、そしてゆきちゃんのピアノ演奏が織りなす新たな日常は、
幽霊の館に新しい温かさと絆をもたらしてくれたのであった。平穏な日々が続いていた喫茶店幽霊の館だったが、ある晩突然店の電気が全て消えるという不吉な出来事が起こった。停電かと思いきや、周囲の建物には電気がついている。マスターと安田さんは不安を抱えながら懐中電灯を手に店内を調べ始めた。その夜、ゆきちゃんがピアノを弾いていたこともあり、母親の沢子さんも店に残っていた。三人は互いに声を掛け合いながら、店の奥に向かって進んだ。奥の部屋にたどり着くと、壁に不思議な模様が浮かび上がっているのに気づいた。それはまるで古代の呪文のようで、見る者に不安を抱かせる奇妙な文字だった。突然冷たい風が吹き込み、店内の温度が急激に下がった。ゆきちゃんはピアノの前に座り続けていたが、ピアノの鍵盤が勝手に動き出し、不気味なメロディが鳴り響いた。沢子さんは驚いて娘を抱きしめ、必死にこの状況から逃れようとした。これは一体何なんだ、と安田さんが叫ぶと、マスターは静かに答えた。これはこの店に宿る怨霊の仕業かもしれない。和服の女性の魂が安らかに眠りについたことで、今度は新たな霊が現れたのかもしれない。その時、不意に壁の模様が光り出し、一人の影が現れた。その影は古びた着物を身にまとい、顔には深い恨みの表情を浮かべていた。この店を離れることは許されないと影が低い声で囁いた。安田さんは勇気を振り絞り、あなたは誰なんですか、と問いかけた。影は冷たい声で答えた。私はこの店の元従業員です。かつてここで理不尽な扱いを受けた私は、この世を去ることができず、ここに縛られ続けています。安田さんとマスターは彼を救おうと店の過去をさらに詳しく調べることにした。彼らは古い記録や書類を調べ、その従業員がかつてどのような境遇で働いていたのかを明らかにした。彼は店の元オーナーに不当な扱いを受けていたことがわかり、その恨みが残ったままこの世を去ったのだ。私たちができることは、彼の魂を安らかに送り出すことだとマスターが言った。三人はその元従業員のために祈りを捧げ、彼の名誉を回復するために努力した。安田さんは彼の物語を知ることができたことに感謝し、その記録を店に残すことにした。やがて、影は再び現れ、感謝の意を示すかのように静かに微笑んだ。そして、ありがとうと言い残し、光の中へと消えていった。その後、幽霊の館は再び平穏を取り戻し、訪れる人々に温かい雰囲気と癒しを提供し続けた。しかし、安田さんたちは知っていた。この店にはまだ多くの機密が隠されており、いつか再び不思議な出来事が起こるかもしれないということを。